たきたきたきたー。これが一番くじ、最新情報きたー。皆さん、こんにちは。冒頭から取り乱してしまいました。すいません。エヴァ一番くじは来年2月の初号機 VS 第13号機で終了かと思いきや、5月にも新作があるということで、今後もまだまだ続くことが確定しました。やったね。では早速ラインナップを見ていきましょう。改めて、来年2022年5月上旬に一番くじエヴァンゲリオン、初号機暴走編が発売予定です。価格は1回税込み680円です。おそらくコンビニでの開催となります。まず A 賞は暴走初号機です。メガインパクトのエヴァシリーズの造形は折り紙付き固定フィギュアなので、可動フィギュアやプラモデルでは再現できない飛躍的な造形が見どころです。この初号機の雄たけびを上げる感じには自然さがまるでない力強い造形です。めっちゃ欲しいです。続いて B 賞ですが、とうとう来たー。フィギュアメーカーから未だに発表がないビリビリ大人アスカ来たー。ちょっとエロ要素が強いのでフィギュア化は諦めていたのですが、そこはバンプレストさん、エヴァに対する気合が違います。フィギュアメーカーより先駆けてのフィギュア化、いろんな意味でヤバいです。これは手に入れたいですねー。ウプ主が制作中のビリビリアスカですが、今年中の完成は微妙です。で C 賞の黒波さんですが、リボルテックの第3村バージョンが定価9800円で高くて買えないと諦めていた方は朗報ですね。9800円以内で引けるとは言ってない。そして D 賞は制服姿のカオルくんです。これって次回はしんちゃんの制服姿のフラグですかね。やっぱり顔芯で揃えたいですよね。そして今回のラストワン賞は、今年6月に発売された第13号機のカラーリングを変更した疑似進化形態として登場。これは熱いです。前回当てれなかった人には朗報ですが、いかんせんラストワンなので入手は困難です。これのためにロット買いするかどうか悩ましいところですね。ウプ主は前回5回でゲットできたので諦めます。疑似進化形態はやっぱり目を見開いて開口してほしいんですよね。でウプ主が狙うのはもちろん A 賞の初号機暴走バージョンと B 賞のビリビリアスカです。ただ来年の5月までにフィギュアメーカーからビリビリアスカの発表があれば、そちらにすると思います。やっぱりスケールフィギュアの造形はメーカー品にはかないませんからね。そしてウプ主が予約していたフィギュアが次々と延期されていたのですが、 CCP の第10子とグロスコート版が12月1日に到着予定です。本来は6月予定だったので待ちに待ったという感じです。もちろんレビューする予定ですが、アスカの制作にも集中したいので年明けかもしれません。あと RAH ネオの初号機と第13号機も11月から来年1月に延期されました。こちらもレビューしますのでお楽しみに。さて今後のエヴァ一番くじが続くことが明らかになったのですが、そろそろゲンドンや冬月、ミサトさんにリツコさんなど他のキャラクターも加えて欲しいところですね。さてこの次もサービスサービス。